ベルリン東駅はドイツの首都ベルリンフリードリヒスハイン地区にある鉄道駅である。第二次世界大戦後は東ベルリンに属し、2006年5月26日のベルリン中央駅開業まで西ベルリンのベルリン動物園駅と共にベルリン市内における長距離列車の主要ターミナルだった。新ベルリン中央駅開業後は多くの列車の経路が見直され、 南北方向の新線経由となるものが増えた。結果、東駅を経由する長距離列車は減少している。島式4面8線と短式1面1線の高架駅。駅の南側にシュプレー側があるほかは、繁華街などはなく、比較的換算とした場所だった。しかし駅に隣接する、奏車場跡地などの再開発が進められている。なお、ベルリンの壁が、 駅付近のシュプレー川沿いにある。現在はイーストサイドギャラリーとして東方向に1 3トルの長さで残されている。ベルリン東駅はフランクフルト駅と称し約1 0 0トル離れたフランクフルトアンデアオーダーまでの鉄道のターミナル駅として1842年開業した。最初の建物は現在地よりやや北側に位置していた。1845年に 鉄道会社の合併により、ニーガーシュレージエンマルク駅と解消された。さらに、1852年に、プロイセン王国政府によって買収されると、再び解消され、シュレージエン駅となり、プロイセン東線のターミナルとなる。1882年、ベルリン都心部を東西に貫く、S バーン、市街線の建設が開始された際に、現在地に移転した。なお、当駅は、 地下鉄の接続がなく、計画もされなかった。当駅は、第二次世界大戦中に、甚大な被害を受けたが、戦後東ドイツ国鉄によって再建され、1950年に、ベルリン東駅に改名した。ドイツの東西分割後は、ベルリン・リヒテンベルク駅とともに、東ベルリンの長距離列車ターミナルとして機能する。1987年には、東ベルリンの中央駅として、 改築工事が開始され、堂々とベルリン中央駅という名称を使い始めた。駅の再構築計画では、東側諸国の交換を迎え入れるためのホテルや、迎賓施設などを建築するなど、かなりの面積を必要とした。しかし、1989年には、ベルリンの壁が崩壊して、東ドイツの社会主義体制が崩壊したために工事は、頓挫してしまい、結局、 1990年のドイツ再統一までに一部の工事が完成したのみだった。なお、ホテル部分は1990年代前半までに解体されている。東西ベルリンの統合後の1998年に元のベルリン東駅に戻された。その後、駅の再整備計画が再開されて2002年に完了した。東ドイツ時代の面影はあまり残っていない。 ドイツ鉄道アイス10アイス11アイス12アイス75アイス 76IC140 ベルリン中央駅ベルリン東駅 EC95 ベルリンワルシャワエクスプレスベルリン中央駅ベルリン東駅フランクフルト駅 IC56 ベルリン中央駅ベルリン東駅フランクフルト駅 RE にアレクサンダー広場駅ベルリン東駅 k ニヒスブスターハウゼン駅 RE アレクサンダー広場駅ベルリン東駅、カールセホルスト駅、エルクナー駅ベルリンエスバーン5号線、7号線、75号線、ヤノビッツ橋駅ベルリン東駅ワルシャワ通り駅。ありがとうございます。